はい、どうも皆さん、こんにちは、ムーンスケです。信長の野望新生 PK、 ヤスケのファインプレイ、織田信長本能寺脱出編、続きをやっていきたいと思います。はい、ですね、ヤスケの直感でですね、本能寺からの脱出ルートを確保いたしました織田信長、安土城、日野城、伊賀上野と亀山の4城からですねスタートいたしました今回のシナリオ。周りはね、徳川以外は敵だらけというところから始まりましたが、前回濃尾平野のね、織田信雄の勢力が徳川、柴田、さらにはうちの三カ国からね攻められることによってねなくなりましたね。あとは関東の方プラス大阪に勢力が残っていると。でそれプラスね、明智がですね残り三城まで削られております。このままやったら秀吉がね明智を滅ぼしてしまいそうですね。なんかできればそれはちょっと防ぎたいなということで、今回二条城行きましょう。4565人兵士がいれば攻城戦になる。まあいつねどっかの勢力が攻め込むかもわからないんで、うちとしましては、すぐにね舞台騎乗させて兵数回復させて二条城に乗っかっていきたいなと思います。そんな感じで今回続きをやっていきましょう。それでは、騎乗いたします。はい、戻ってまいりました。それではですね、二条城に向けて出陣していきたいと思います。あとですね、徳川と柴田とね一回、同盟切れましたね。まあ今は延長しております。でまあ明智滅ぼしたら柴田との同盟はそろそろもうなくしてもいいかなと思っております。柴田も結構大きくなりましたね。で徳川がやたらでかい。徳川との同盟切るのはもうちょっと先かもしれないですね。はい、やっていきましょう。はい、それでは舞台出し終えましたので見ていきましょうか。防衛に向かってる昇龍寺をちょっと気にしてますね。でね、ちょっとこの鈴木の存在がもしかしたら鷹取に攻め込んでくるかもしれないので、まずは話してみよう。動かしたいけど動かせないと。はい、関係ありません。見ていきましょう。侍大将が亡くなってしまう。さあ二方面からね二条城を囲んでいきたいと思います。柴田ととりあえず延長しとこうか。それだけね延長しましょう。許す。で出てこないですね。あの城をいただきに行くとしましょう。長島にね今ね城主が入れれないから、やり遂げてみせましょう。形状立てとこう。11部隊入った。9部隊、これで入ったかな。11入りましたね。よし、これでやっていきましょう。ほぼ互角か。ちょっと一旦セーブしてから行こうか。はい、それではね二条城攻め込んでいきましょう。
4倍はいないけど3倍ぐらいは3倍以上いるから、うん、そんな難しい戦いになるんかな。平城の二条城いける気がするんですけどね。やっていきましょう。砲台がある、なるほど、それはちょっとね怖いな。砲台、これか砲台か。あこれはそこ壊すしかないかな。うん、壊しにくいな、場所的に。うーん、だ結構いいとこにあるもんな。あんまりが砲台狙われな、狙われちまうか。セイローもあるか。このセイローは無視したい。はい、それでは見ていきましょう。敵の施設がめっちゃ強いですね。しかも結構いい場所に置いてある。砲台と正楼が2つありますね。ここの正楼がうざい。ここのね、本丸に範囲が入ってる上に壊しに行きにくいというね。行くぞ、せい。砲台もね、本丸が範囲に含まれてるので確かめよ。鉄砲隊、血を打ち払うぞ。砲台一発は食らうやろうな。今よ、我が戦法を見せてやろうぞ。敵を蹴散らす。我が武略を持って安全の敵を打ち払わん。砲台はしゃあないけど、正楼をね早く壊したいですね。この戦法を見て知れ者どもを打ち果たします。鉄砲隊を前に出せ。ん、今の砲台、あ、食らったっぽいか。いかがいたしましょう。結構減ってますね。まずはとりあえず我が鉄砲の切れ味そんで確かめよ。絶対まず皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。はい、正楼を壊しました。よし、まずはこの正楼破壊は非常に大事。かかりました。我が先方にて崩れるがいい。敵まだ1万いますからね。まったれしい。差しず。ちょっと下がろう。おげちゅ、行くぞ。足を動かせ。何かご用かしら。うれしゅうござる。とくと見るがよいわ。我が武略をな。この正楼を壊しに行きたいですね。蹴散らしたり。士気はね、だいぶ回復しました、ね、鉄砲隊、備えは良いか。我が武略をもって眼前の敵を打ち払わん。揺れつぞ。次なる手立てはいかにせん。お命令を。ははっ、敵を蹴散らすぞ。お指しず。うわ、2発目準備始まってんな。はっ、どうしよう。行くしかないけどな。おげち、
と我が戦法により勝機を見出す時、運が試される時ぞ。あれこそと思う者は続け。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。互角の戦です。この劣勢いかにせん。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。こいつ我が戦法にて押し通る。乱丸が収まれそう。はい。うざいな。皆の者ちょっと強いですね。いかがしましょう。石田さんも一旦下がろうか。我が道路に戦というものを教えてやるわい。劣勢ぞ、奮い立て。精霊破壊、急いでほしい。敵兵を蹴散らすかぞ。やっと荒木の隊だぞ。鉄砲隊、備えは良いか。よし、第2波はできました。味方の優位は歴然。おめでよ。何かご用かしら。進軍だ、進め。探求系おげち、行くぞ。足を動かせ、歩みを進めよ。今こそ披露してくれようぞ。よし、セーロー破壊。敵を蹴散らすぞ。攻め潰してくれん。こことこの序門を狙おうかな。新しき戦を見せてくれよ。もう兵が2倍しかいない。乱丸撤退。まさか。長谷川さん撤退。なるほど。暗い我が戦法、メイドの土産に持って行け。不覚だな、チリ族しかあるまい。我が武略をもって安全の敵を打ち払わん。まことか。もう片ひでも絶対互角の戦です。めちゃくちゃまずい、めちゃくちゃまずい戦い。我らの力を今こそ見せる時ぞ。お指図、敵を退けます。何かご用かしら。ヘーラよ、力を振るえ、共に勝ちをつかみ取らん。いざ信長が、我が軍をこの戦場に生産したら、これは負けかねん。負けてしまうぞ。そっと味わえ、これこそが我が戦の神髄よ。敵を退けまして正門が殴れる。喜ばしいですな。オッケーオッケー。お指図を頂戴したく。時はいい。皆の者、少年馬ぞ、奮い立て。よし、城門破壊。まことか。さあ、弥助が撤退してしまう。ご命令はいく。我が武略をもって安全の敵を打ち払わん。何だと。お命令を、敵を攻め立てん。めちゃくちゃギリギリの戦いですね。いざ我が軍をこの戦場に攻めた。攻め潰してくれん。お命令を。半休憩できるもんなら休憩したい。
4700か。あ、混乱持ちの岸田さん忘れてた。混乱打ち込みに行こう。我が戦闘の切れ味、その身で確かめよ。おげちよ、何かご用かしら。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。おお、信長で撤退か。お指図を頂戴したく。やっとね、本丸が殴れてるのでね。ご命令はいかに。もうちょっと頑張りたい。めっちゃギリギリの戦いやけど、本丸がもうすぐ落ちる。はい、本丸落とせました。危なかった。思ってた以上に、ね、苦戦しましたね。やはりこれし我が戦、新しい世の戦よ。さあ、これでちょっとね、このシナリオの主役候補の一人ついてがね、この勝利ですね。新しき世を呼ぶ風を。はい、よし、城を制したは我らぞ。非常時を制圧いたしました。明智滅亡、縄についていただこう。まあ一旦投用かな。お支えいたしまする。おっと、光秀は下るのに秀光が下らない。噂に聞くより寛大な方ですね。まあ起床しましょうか。お使いいたします。光秀はね、もう最後の最後までこき使ってやりましょう。うん、処刑なんてね、甘いことはしませんと。よし、じゃあ徳川とは同盟まだね維持しつつ、柴田と同盟切れるのを待ちましょうか。でね、その前に鈴木13人武将いるから、鈴木行きましょうかね。うん、今のうちに戦力は確保しておこうと思います。はい、戻ってまいりました。ですね、信勝家がだいぶ攻められてますね。なんなら関東の方は残り1城まで減りました。堀秀政いるんですね。あとあれかな、カズマスとかもいそうですよね。うん、だから結構武将はまだ強いはずで、防衛拠点にしてて、鈴木がねちょっと高屋城狙いに動き出しましたね。うん、2城になられてもね困っちゃうんで、行きましょう。兵はまだね回復してないんですが、鈴木相手ならばこのままでいけると思うんでね、出陣していきたいと思います。はい、戻ってまいりました。鈴木はですね、そのまま高屋城攻め続けてますね。うちが最下城狙い動いてんのにな、どういう感じなんでしょうね。最下城はくれてやるっていう感じなんかな。で、光秀がちょっとね遠回りになっちゃったから遅れちゃいましたね。まあいいか、行きましょう。嬉しゅうござる。さあ、高屋城は鈴木が落としましたね。で、石山、お詫び申し上げる。ほぼを攻めてた部隊は騎乗していく。鈴木の部隊が戻ってきたぞ。戦か、勝つ準備をせねば。ちょっとじゃあ重秀のね、ちょっとフラフラしてる部隊倒してしまいましょう。で、光秀はじゃあ高屋城に乗っかりに行きましょうかね。
要所を手に入れ。ルナを奪って、要所をワイヤーが手に。次なる手段とはいかにしてる。上場ですか。無事を飾る。ここだ、前に出たわ。我がブリアスを持って安全の敵を打ち払わん。何かご用かしら。上場ですな。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。まこと喜ばしい。敵を蹴散らす。敵の大義攻撃ありましたね。何かご用かしら。逃げ場をなくしてやろう。今のうちのエースたちやからな。強いぞ。ヤタガラスが門を掲げたから。ヤタガラス食らう。負けられるわ。よし、倒しましたね。よし、このままね、鈴木も滅ぼすところまでやってしまいましょう。重秀が信長プレイやったらくだらへんのちゃうかな。この城は我らが落とす。はい、続き見ていきましょう。深谷城と雑賀城を同時攻めていきます。でね、冬姫の舞台をね、援軍で出しました。雑賀城、兵糧がね、ちょっと足らんかもしれないから城を落とすぞ。始めよう。北条が佐竹を攻めた。で、東洋が出てるはず。東洋したい。行動力がない。城攻めがなりました。はい、高屋城落としました。鈴木が頑張って取ったね。縛り合い、ね、お断りよ。なんと、はい、解放。首を取らぬのか。移動して右にして、次をこっちに移動して城を攻める。思いつきましたぞ。さあ行きましょう。強行してるから落とすそうですね。攻め落としたる。よし、ナイス。雑賀城落としました。これで鈴木家を滅ぼして、観念せよ。12人ぐらい縄を打て。重秀がね、入ってくれない気はするけども。いいだろう、使えてやる。重秀はね、下ってくれませんね。お主には使えない。信長とはね、仲が悪いですからね。お、3人も重兼と太田。ありがてえ。重秀欲しかったな。まあ、それでもね、重友入ってくれたから城主にはなれる能力値ですからね。ちょっと見ていこう。まだ沼田城は粘ってますね。で、羽柴がまあ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 順調っちゃ順調か。杉さん、石山、昇龍寺が防衛拠点。なかなか羽柴攻めきれないかもしれないですね。ここの3つ、うちが取ったんが意外とでかかったかも。羽柴、意外と今柴田とやったら互角とかじゃありますかね。まあ九州はいつも通り、四国も割といつも通りで、毛利ももっと四国に入っていってもおかしくないぐらいですかね。で、徳川が強い。北条も割と強くなってきた。で、伊達が頑張ってるっていう感じになってきております。1586年、イベントでね、退席してしまう武将たちはなんか70歳ぐらいまで
一律で生きるようなので、まだまだね勝家とかも生きてますね。勝家と信長と光秀はイベントやもんな、うん多分。よし、ということでこのね何度萌え四つど萌えになるのかな、徳川入れると四つど萌えかな、の戦まだまだ楽しんでいけそうですね。ちなみに柴田との同盟期間があと4ヶ月か。二方面敵になる感じか。まあまあええか、羽柴の同盟も見とこう。ん、見られへん。ここか。あ、同盟なし。羽柴それはやばくないかっていう感じのところまでに今回はしていこうと思います。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。コメントもお待ちしております。はい、それではまた別の動画でお会いしましょう。ムンスケでした。アリアスー。